菊池勝人と佐々木千明の言霊アラカルト。こんにちは。ようやく暑さも和らいで、はい、少し過ごしやすい、まあ、季節になってきて、うん、そうですね、皆さん佐々木さんも、はい、いかがお過ごしでしょうか。はい、あの筆跡分析コンサルタントやっております菊池です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐々木千明です。本当にね、あの暑い夏も過ぎまして、朝夕ずいぶん涼しくなりましたね。だいぶ違いますよね。はい、今菊池さんもねおっしゃってくださったように、ようやく秋の訪れでございます。まあ、秋の夜長はなんちゃらなんてよくねよく言われてますけれども、太陽がこう昇って沈むまでの時間が短いため秋の夜長という、ね、言葉が生まれたそうですよ。そんな、ね、あの秋の夜長を有意義にすべく、古代中国ではこんな言葉が広まりました。冬夏親しむべし、ご存知ですか？はい、これはですね、中国の唐中期を代表する文人の関羽による詩で、うん、秋の涼しさが気持ちよく感じられ、明かりが馴染むようになるという意味です。つまりですね、うん、秋の夜長は明かりを灯して読書をするのに最適だという意味が、ね、込められてるんだそうです。うんうんうん、また目安ではあるんですが、脳を働かせるのに最適な気温が14度から16度くらいと言われているそうで、まあ、気候的に涼しくなった秋の日はですね、読書をするのに適した気候と言えることから、読書の秋と言われているそうですよ。皆さんご存知でしたか？いかがでしたか？ね、確かにさ、昔さ、はい、頭にバンドを巻いて、ええ、そのバンドに氷を入れといて、はい、温度を冷やして、うん、頭を冷やすってのがあったね。あ、今はあるのかどうか知らないけども、はい、脳の活性化のためってことですね。そうそうそう、だから脳をこうするために冷やした、うん、あの氷を入れたのかなんか覚えてないけども、うん、なんかあったね。受験生はこれがいいぞとか言って、あ、頭を冷やすとその分よくなるぞっていうのは、へ、ね、確かに聞いたことがあった。あ、そうなんですね。うん、今見ないけどね。そうですね、見かけたことはちょっとないですね。うんうん、まあ、ちなみに菊池さん、はい、何でしょう。はい、ちょっと少しずつこう眠りやすくなってきた季節にはなると思うんですが、そうですね、はい、はい、で菊池さんの、あ、はい、ね、本があるかと思うんですが、いや、もう2年も前に出した本なんですが、はい、読むだけで深い眠りにつける10の話っていう本を、はい、これ5人で出したんですけども、はい、共著でね。ただ白川修一郎先生っていう、はい、睡眠の有名な先生に監修をしていただきまして、それで出しました。あ、はい、でこれはいろんな物語を本で読みながら、はい、どん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 その現実世界から離れていって、うん、だんだん寝ちゃおうかな、まあどうでもいいかなみたいな感覚でなるような、自己暗示をかける本だったんですよ。はい、ね、なんとなく普段ほら昼間起きたことを考えたりさ、はい、例えば嫌な思いしたりすると、そこにどうしても神経がいって、例えばなんであんなこと言っちゃったかなとかさ、言わなきゃよかったなとかって悩ますとさ、はい、頭は冴えちゃってさ、ね、眠るとこじゃないってことあるでしょ。はい、あります。でもこの本読むと、まあ、10は入ってるんだけども、はい、10の話の中で、はい、いわゆる一つぐらいはその人に会うと思ってるんだけども、要はまあいいかっていう感覚になるような内容にしてるんです。でもそのまあいいかで眠りに入れたら どれだけ幸せなんだろうと思いますよね。いろいろドローン乗っかってさ、はい、ずーっと地球の上まで上がっちゃうとかさ、おあるいは深海にずーっと入っていくとか、はい、そういう物語になってるんですよ。なるほど、そうなんですね。絵も全部1枚につき1枚丁寧な絵が入ってるので、それを連想しながらずーっと話に夢中になっていくと、はい、その世界にずっと入ってて、子供がほら動画を聞きながら寝ちゃうとしてるんだよね。うん、なるほど。そういう感じで、かつそれには少し催眠の要素を入れてるので、まあ、自己暗示なんだけど、結局そのことによってスーッと眠っちゃおうかな、まあいいかなみたいな感覚になるようなものになってるんです。はい、これはね、もうぜひね、はい、ちょっと今日いろいろ仕事でうまくいかなかったなとか考えちゃうと思うんですけど、ね、寝る前にどうしても、ね、考えちゃったりすると思うんですけど、うん、ぜひね、菊池さんのお茶の本をね、皆様手に取っていただいて、はい、読んでいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。さて、この番組言霊アラカルトは筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと、セリフを話すという職業についております私女優佐々木千明が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。今回も最後までどうぞお楽しみください。
それでは今回の最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池克人さんと私佐々木千秋のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオをお聞きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーです。今回は2006年平成18年についてリサーチしてまいりました。まずはこの2006年どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきたいと思います。まず東京三菱銀行と UFJ 銀行が合併、三菱東京 UFJ 銀行が発足しました。そうですね。あとはトリノオリンピックの開催、荒川静香選手がフィギュアスケートで日本人初の金メダルを取りました、はい、これ覚えてますね。覚えてますね、はい。であとは第1回ワールドベースボールクラシックが開催され、日本が優勝ということでね、すごいいろんな選手、本当にもう有名な選手たちがね出場されてました。そして地上デジタルテレビのワンシングの開始です。そして夏の高校野球では決勝戦、駒大苫小牧高校と、早稲田実業の一戦が引き分け再試合になり、とても話題になりました。で早稲田実業の斉藤佑樹投手がハンカチ王子と呼ばれ大人気になったのもこの年です。そして文仁親王妃紀子様が皇室に41年ぶりの男の子悠仁親王を出産されました。そして、小泉純一郎氏が自民党総裁の任期を全うして総理を退任、で後任に安倍晋三氏がなられました。はい、あとはですね、まあ、日本で携帯電話の番号ポータビティが開始など、まあ、様々なことがいろいろと起こったようなんですが、菊池さんにとってはこの2006年ってどんな年ですか？もうね、僕は、はい、銀行から、はい、銀行で作った会社にちょうど出向していて何年か経った時なんですよ。あ、でそこでやってる時だったよね。だから今ここにあるようなものってのは確かに全部覚えてますけども、はい、特別何かって言われると確かにハンカチ王子はすごかったね。まあそうですよね、うん、斉藤佑樹がもうすごい人気だったしさ、はい、それはよく覚えてる、はい、あとやっぱり安倍さんにね、はい、なってやっぱり自民党はこれからまた行くぞみたいな感じになってさ、はい、小泉さんの人気でもって持ちこたえたところがさ、はい、また安倍さんに引き継がれてっていうことでなりましたから、うん、ある意味ではまあ激動じゃなかったけど、はい、まあいい時代だったかもしれないね。うん、今考えるとね。そうですね。うん、なるほど。まあ私はですね、この時22歳なんですけど、正直自分が何をしてたのかあまり覚えていないんですよ。多分もう本当に東京でどうやって暮らしていこうって多分すごい大変な時期だったのかもしれないんです。はい、なんか覚えてないんですよね。はい、はい、ということで。こんな、まあ、2006年の新語流行語について、うん、まあ、ちょっとその一部簡単にご紹介させていただきますね、はい、まずはイナバウアー、トリノオリンピックのフィギュアスケートの金メダリスト荒川静香さんの得意技です。まあ、上体を反らした独特のポージングが話題になりましたね、うんうん、はい、これなかなかね、流行りましたね、よかったね、これもね、うん、はい。で次に品格、数学者の藤原正彦さんの著書国家の品格の爆発的な売れ行きとともに広まりました。まあ、論理よりも情緒と日本人が、備えていたはずの品格について説き、儲かれば何でも良いというマネーゲーム全盛の世の中に一石を投じたと言われました。本当です ね、うん、あとは脳トレ、はい、脳トレ、簡単な計算とか音読などで脳の活性化を図るトレーニング法の通称です。ありましたね、はい、はい、で脳を鍛えるという言葉とともに普及して、脳トレの結果自分の脳年齢いくつになったかっていうのを知るというゲーム感覚がね受けましたよね。たた、うん、これやったことありますか？いや僕はやなかった。あ、本当ですか？私ちょっとやったことがあって。どうでした？はい、結構分かりましたよ。いや、分かれた？あ、分かれてなかったです結構あんまりそこまで若くなかったです。はい、そっか、はい、懐かしいななんて思いまして今お話ねさせていただきました、はい、ということでいかがだったでしょうか？皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか？以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。さて、今回のゲストは書道家で言霊筆師として活動されていらっしゃるルサさんにお越しいただきました。
言霊筆師ルサです。今日はお招きいただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま す。はい、それではですね、早速なんですが、はい、まずはルサさんについてですね、お預かりしておりますプロフィールをご紹介させていただきます。言霊筆師ルサさんは言霊のエネルギーを文字に宿す書家でいらっしゃいまして、心理学セラピーを通して自分と向き合い始めた頃、筆を使って自分の思いを自由に表現する心書という技法に出会われます。人とつながり、自分とつながり、筆を通して自分の魂から湧き上がるものを書き続ける日々。現在日本の神社や公民館などで書道パフォーマンスや筆文字講座の講師もされていらっしゃいます。また一般社団法人フラワーフォトセラピー協会の認定のフラクティショナーの資格も取得し、心理学とセラピー、筆文字を組み合わせた講座や作品作りも展開中だそうです。さて、そんなルサさんなんですが、なんとこの番組タイトル、はい、言霊アラカルトにある面ぴったりと申しますか、はいはい、もうシンクロしてますね、本当にびっくりしました。今回あの書道家の方、はい、初めてゲストにお迎えするわけなんですが、です、ね、はいはい、菊池さんいかがですか。いや本当にシンクロしてるなと思って、はい、言霊アラカルトだからね、ぴったりだから、はい、面白いなと思って、はい、本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの、はい、この言霊筆師とはどういう意味なんでしょうか。そうですね、あの、はい、言霊筆師とは、言霊のエネルギーを筆を通して文字に宿すということなんですけれども、はい、元々私あの、起業家つながレディオというラジオ番組を出させていただいているんですけれども、そこであの番組の中で名付けていただいて、はい、今の活動させてもらってるっていうところなんですけれども。そうなんですね、はい、言葉はやっぱ一文字一文字言霊のエネルギーがあると思うんですけれども、うんうんうん、はい、そのエネルギーが現実を引き寄せたり、自分に寄り添う存在であったりですとか、あとは活力をくれたり活力をくれる存在だったりすると思うんですけれども、うんうんうん、そういう魔法のようなものっていうところで、誰かにこう書をプレゼントするときに、はい、その人のエネルギーを大切にして感じ取って、それを書にするということをあの今大切にしています。すごいですね、その方のエネルギーをちゃんと大切にするというところがすごくなんかグッときました。あ、嬉しいです、やった、ありがとうございます。そしてですね、あの、プロフィールの中でご紹介させていただいたんですが、はい、新書、はい、という技法は具体的にどういった技法なんでしょうか。はい、あ、そうですね、心書というのは、はい、あの心で書く書という感じで書くんですけれども、はい、それはどういうものかというと、はい、あの自分の感情を、はい、あの思うがままに自由に、はい、文字で表現するという技法で、はい、代表理事を務めます岸本愛さんが命名されたものなんですけれども、私が筆文字を始める原点となっていて、でそこから、どんどん派生して今 の私の書のスタイルになったっていうのがあります。うーん、はい、なるほど、まあ、心で書くっていう、そうですね、もう心のままに書く、あの書き順も気にしないですし、なるほど、はい、もうあの筆の持つ手も気にしないです。右手でも左手でもどちらでもいいですよっていうことで。あ、そうなんですね、はい、もう二度書き三度書きも OK みたいな。あ、なんか書道ってこうね、きっちりとちゃんとこういう風にみたいな決まってるのかなと思った、そういう色もね、そうですね、今もあるんですね、はい、もう本当に自由な、はい、面白そうですね、面白いですね。はい、さてそれではですね、いよいよ今回、はい、菊池さんと同じく言葉に関わるお仕事をされていらっしゃる書道家のルサさんの筆跡心理分析結果をですね、はい、菊池さんにアドバイスとともに、うわー、もうすごい嬉しいです。公開で披露していただくんですが、はいはい、ルサさん、心のご準備いかがでしょうか。バッチリです。もうどんなもの来ても構いません。楽しみにしています。素晴らしいです。はい、なおですね、あのルサさんには放送直前にノーインフォメでゲスト様恒例の美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただいています。はい、漢字で美、そしてひらがなでし、漢字で未来、はい、ひらがなでの、漢字で幸福、ひらがなでな、漢字で様子、美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただきまして、それを菊池さんにはお渡ししております。はい、でまた、はいはい、で毎回ですね、申し上げております通り、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、はい、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトと検索していただいて、ぜひご覧になっていただければと思います。
ではお待たせいたしました、はい、菊池さん分析結果をお話しください。はい、はい、まずこれを見て、はい、すぐ分かったのは、はいはい、字の大きさ、はい、まあまちまちですよねこれもしマーカーで一文字一文字四角乗ってったら、はい、全部の字の大きさが点々バラバラ違うんですよ。はい、ね、まさに違うでしょ。本当に、はい、違いますね。全然違うの、はい、でこういう字の大きさをパンパン変えて書く方というのは、はい、ルーティン化したものってあんまり好きじゃないんですよ、はい、決められた定型にのっとってやってね、はい、あとはこれ早くやればいいんだからとかね、はい、回数こなせばいいよねってことに対しては、はい、ルサさんはあまり関心ないんですよ。そうですね、はい、ルールとか守るの苦手ですそんなことよりも、はい、次々に新しいこと、はい、チャレンジャブルなこと、はい、変わったこと、みんながやってないこと、はいはい、いわゆるこれ全部変化なんだけども、はい、変化すること大好きなんですよ、うん、大好きです。ねえ、大好きだよね、はい、でそういったものが字を書いてる時もこう出るわけですよ、はい、大きさを全部変えていく、はい、まさにいわゆる変化をしていくことに対して、はい、とっても、まあ、肯定的に見ていくような考え方があるよねってことがもうすぐに分かる字なんですよね。あ、すごいですね。そうなんだ、はい、それともう一つは、はい、未来っていう字の横線がやたら長いんですよ、これ、はいはい、長いですね。長いよね、長いです、横線、はい、全体のバランスから言っても、はい、でこの横線を長く書く人というのは、はい、これ一言で簡単に言うと、はい、職人さんの字と言われてるものなんですよ。へー、どういうことかというと、はい、ルサさんは、はい、例えばね、はい、これって高いスキルにつながってくる、つながりますよねとかね、はい、高い専門性を追求しないとこの世界いけませんよねとか言われちゃうと、はい、どうやったらいけんのってすごく考えたくなる、うん、なります、ね、はい、それがますますさっきの変化をするのと同じように、はい、変化しながらそれいけるんだったらすごく興味あるし面白いし、はい、あなたの、はい、いわゆるモチベーションを生んでる部分なんですよ。あ、確かに専門的なものが手に入る、だから、はい、多分目の前に全くあなたと違う世界で専門家がいた場合、はい、すごく興味あるし、はい、ああ羨ましいなと思います、純粋に、はいはい、ああすごいな、どうしてわかんの、そんなことすごいじゃないですかと、こんなことまでわかるんですかみたいなことを思いたくなるところがあって、はい、まさにそういったものも自分にとっては、はい、自分も手に入れたいからね、はい、そういうものはやっぱりよくわかるね、これは。ここまで長くは書かないもの、普通書くときにすごくない、横線が長いよねそうですね、はい、それとね、すごい右側の、はい、右に払う字ね、未来の来っていう字、はい、来るっていう字の右側の払いとか、はい、様子っていう字のさ、様っていう字の右側の払いとかさ、はい、あとまあ子供っていうのもこれ横線払ってるように書いてるんだけども、はい、この横線っていうのは、はい、横線っていうかいわゆる払いをね、はい、右側の払いを長くするってことはどういうことかというと、はい、これ最後の部分ですよね、はい、未来ならないって 来るっていう字の最後のでしょ、はい、様っていう字は最後の部分じゃない、はい、筆が離せないんですよ、これもったいなくて、うーん、筆を離したくないんですよ、最後の最後まで。あ、でこれは、はい、惚れ込んだら、はい、もう続婚いっちゃうよってやつです。一途なタイプです。一途です、一途です、はいはい、だから、はい、ある意味では惚れ込みやすいところもあるんですよ、はい、あ、そうですね、自分で、はい、いいなと思ったら、はい、もう続行いっちゃう、あ、いい子絶対いいからみたいなことでボンボンも入っていく、はい、そうです、間違いない、そんな通りです。そうでしょ、はい、でそこにあなたの専門性につながるものがもし見え隠れしたら、はい、もっともっと入っていくし、それがこんなのね、はい、誰もやったことないんだよねって言われたら、え、何それ、もっと私やるって思うでしょ、はい、今の3つのものが重なり合ってくると、はい、ルサさんは、はい、もうガン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 いっちゃうんだよね。わそれはいいですねそういうのよくわかる、はい、はい、やった、ね、はい、あとまあ4つ目言うとさ、はい、美しいっていう字の、はい、第2画目がね、はい、ちょっとひねって書いてるんですよ、はい、ひねって書いてるの、はい、ちょん、力をちょんと入れてグッとひねってるんですよ、はい、でこのひねりっていうのは、はい、まあこれ他では見当たらないんだけども、はい、このひねりがある方というのは結構自分の中に強いこだわりを持っていたり、はい、これが人に分かるか分かんないか別です、はい、自分の中にはあるんです。したがってその人には分かんないんだけども、自分の中にあるそのこだわりとか強い意志とか、はい、そういったものに、はい、気楽にパッと触れられると、はい、ちょっと待ってよって言いたくなっちゃうんですね。
ちょっと待って今の話、はい、私違うよ、はい、そんなんじゃないよ、こうだよだよって言いたくなるし、はい、いやそんな深い意味で言ってないですよって、もだったら言わないでこんなことっていうぐらいに自分の中に非常に強いこだわりを持つ、うんうんうん、そういう世界をものすごい大事してる、はい、あ自分の世界すごい大切にしてます、うん、はい、してるよね、はい、してます、すごい でしょ、はい、でここでお伝えしてるのは、はい、これがいいんだよとかこれが悪いんだよなんて一言も言ってないんですよ、はい、今あるようなものをルサさんはどうやって生かすんだろうねってことも大事であって、いいか悪いかなんて全然関係ない話で、ね、今着てる服をさ、いいか悪いかって言われても分からないと一緒ですよ。あ、そうですね。でも環境によってはダメな場合もあるし、環境は評価をするんでしょ。あ、はい、ね、だから自分で着てる服はさ鏡見たら分かるじゃない、はい、でも今言ったような話というのは映す鏡がないんですよ。うーん、だからどこを伸ばせばいいか分かんないところあるじゃない、はい、でも今言ったような一つの個人特性って僕は言ってるんだけども、はい、これを知ることによって、はい、次にいいか悪いかじゃなくて、はい、どういう場面で生かそうかな私の強みとして、うん、っていう感覚を持つことによって、はい、今言った個人特性が、はい、もっともっと伸びるわけですよ。あー、なるほど。でこれは、はい、あなたしか持ってないものだから、私だけのもの、ね、はい、そういう表現多分好きだと思うんだけど、はい、大好きです大好きでしょ、私だけのもの、いわゆるこれがあなたの専門性にもつながるわけですよ、はい、唯一無二、はい、唯一無二、好きでしょ、大好きです、ね、引き方でしょ、はい、これやればそこいけるよって言われたらやっちゃうでしょ、はい、やります、ガンガン、はい、そうでしょ、はい、まあそういう世界をあなたは特に大事してる人なんですよ、はい、だこれをもっともっと活かせる場面を自分で作っていくことによって、はいはい、これを知って自分でコントロールできて自分の人生に進めるじゃない、はい、まあそんなことをね、はい、私はいつもお伝えしたくてこんなことやってるんですよね。あー、すごいです。でも今言ったことがさ、はい、じゃあ佐々木さんにも会うかって言ったら会わないかもしれない、はい、あ、それは人によってみんな違うわけで、確かに特に今簡単に4つぐらいの話しかしてないけども、はい、この4つの組み合わせになるわけですよ、はい、どれが一番強いのっていうところが人によっても違うから、はい、二度と同じ人はいないんですよ。だからそれを知った上で自分でこの特性を知った上でどう生かしてやろうかなって考えるっていうのが、はい、まあルサさんの人生だよな、生き方だよな。そっか、はい、深いですね、なんかすごいです私もなるほどって今聞いちゃったんですけど、ルサ、はい、さんいかがですか、菊池さんのこの分析結果聞かれ て、そうですね、なんかこう、はい、やっぱり私ちょっとつ盲信でゴーって突き進んでしまうタイプなんですけれども、こうしてあのいろいろあの、はい、分析してもらうことによって新しいそのあ自分こうだったっていうところも今知れたので、はい、そういうところでこれはここに生かそうですとか、うんうんうん、ここはこういう時に自分のこういうところを使おうですとか、そういうのをこれから意識してみようかなと思います。もう今年まさにイノシシ年で、あの年女なの で、 そうです、ね、もうあのどんどんイケイケでいきたいと思っているので、はい、はい、ありがとうございます。お役に立てれば嬉しいですよ、はい、なおですね、この分析につきましては、はい、菊池さんがよくおっしゃってらっしゃるように、まあ、あくまで参考にしてもらっていただくものであって、はい、断言するものではないこと、くれぐれもね、はい、ご注意ください、はい、では最後に、はい、ルサさんから告知などございましたらお願いいたします。はい、毎月、第1木曜日に、起業家つながれるよというあのラジオ番組をさせていただいているんですけれども、はい、番組は渋谷クロス FM、はい、はい、夜の7時からぜひ皆さんあのご覧になってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、ね、もう今回もとてもね、私たちもすごくいろんなことを教えていただいた気がしました。すごくそんな感じがしました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のゲストは書道家で言霊筆師として活動されていらっしゃるルサさんでした。ルサさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルトいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。どうもありがとうございました、はい、いやルサさん話面白かったし、うん、字も面白かったね。そうですね、いろいろ あれだけ個性的なね、うん、字の方もなかなか珍しいので、はい、私もすごくいい勉強になりました。本当にありがとうございました。本当に、ね、素敵な方でしたね、うん、もっともっといろんなちょっとお仕事のこととかもお話ね、そうね、本当にね、思いながら、はい、本当にそう思いました。はい、とてもね楽しかったです。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。
そしてですね、この番組へのご意見、ご質問、感想などをお送りいただければと思っております。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。